はい、こんにちは、くんです。ということで今回はつぶ貝 VS カイキングの向上戦やっていきます。カイキングといえばタバでよく荒らされるミスター被害者、彼 VS ですね、まあつぶ貝加害者にしかなり得ない。早速なんかわけわからんの作ってるけど、この人たち2人をね対象にして向上戦やっていこうかなと思います。今回はねちょっと、新しいルールというか遊び方を実装しました。説明していきましょう。勝利条件はカイキングの撃破もしくはつぶ貝の撃破です。先に撃破した方が勝ちですね。で両方同時に攻めるっていうような形です。で今回はこちらの装置、導入しました。こちらの装置ですね、強化装置となっていて、この装置が生きている限りは、無限にリスポーンできます。こちらに無限にリスポーンできます。赤側はこちらですね、点対称になってて、まあ、交差点みたいな配置になってるのでこちらに赤側はリスポーンできます。で、多少ね、能力も強化されると。ただこれが壊されてしまうともうリスポーンできなくなるというふうな感じです。で開始したら最初ねこちらに湧きます。青チームリスチこちらに湧いて、で20秒かけて、こちらのね防衛に行きます。こちらの防衛に行ってもらいます。もしくはまあその場に残っててもいいです。今こっちからね敵を攻めるルートを開通してない状態なんですよね。でこれが20秒経つと開通します。攻略方面、はい、通行可能になるんですね。ここがで2分間経ったらまたこれが閉じます。はい、でまたこっちが行けるようになります。こちら防衛に行けるようになると、まあ、ちょっと見てたらわかるんですけど、まあ、ちょっと一回試しでちょっとやってみましょう。はい、まずは赤側がね、青側向こう側なんですけど線対称で湧きます。はい、湧きますと、で最初は攻めには行けません。はい、ほらね、この小太郎を攻めに行けないです。で、攻め部隊がこっちに残りして、守り部隊は向こうに行ってます。はい、残り10秒ですよ、皆さん。守り全然いないけど大丈夫かな、赤チーム。で、これで0までここオープン。で、攻略フェーズになってます。で、こっち側はね、こっち側で、青側が攻略するフェーズかな、になってます。どっちの強化装置が先に壊れるか。この戦いで死んでも、もう一度ね、ここに負けるので、なんか攻めにはいけるんですよね。ただ、自分のこの装置を守りに行くことはできないです。あ、装置壊れそうですね。今、赤側の装置が壊されそう。あ、壊れた。赤側の装置壊れました。これで赤は開けなくなりました。もう一回も。はい、赤側は開けなくなりました。あ、青も壊しましたね。はい、青も開けなくなりました。そして、まだ今ちょっと、攻撃にお互いいけない感じですね。残り57秒でここは開通します。まあね、本番だとこの要塞がもうちょっと強いんでこんなにすぐね、強化装置が壊れることはおそらくないでしょう。強化リスポーン装置ですね。で、あと26、25、あ、ちょっとしたらこの信号が変わって通過フェーズが発生します。この通過が変わります。行ける場所がさあ、通過フェーズになるぞ。はい、通過可能になりました。これでね、お互い通過可能になったんだが、つぶ貝どこいるんだ。やば、誰も気づいてないぞこれ。はい、またこう通行止めになりました。つか、つぶ貝いるって気づかれてなくね、これ。つぶ貝の存在誰も気づいてなかったですね。この上にいたんですね、ずっと。まあちょっとね、多少分かりにくかったんですけど、2分に1回、この通行できる場所が変わると思ってください。これ結構説明、今ちょっと分かりにくかったかなと思うかもしれないですけど、要するに、つぶ貝とカイキングをお互い倒せば勝ちです。はい。じゃあ、本番やっていきましょうか。はい、ということで、やっていきましょう。つぶ貝さん、早く作ってください。じゃあ立ち入り不能みたいな風にしないでね。どうすんだよそんなの。いやすごいことになりそうだなこれ。一方怪奇は、あ、何言ってるこいつ。赤チームだから赤の壁作る。うわこれはすごいね。これは粒だな。まあ粒貝が作ったものって感じはする。多分、つぶ貝なりに今までの向上戦を参考にしてこの迷路風にしたんだろうな、きっと。でもさ、つぶ貝これでさ、あ、どっちだみたいになるやついる、これ。これ、やばい、迷路だ、どうしよう、どっちえ、どっちだあ、こっちだみたいな。迷わねえだろ、ここは。さすがに。え、なにこれ。やばくない？迷路。こっちの方が迷路だよな、ちゃんと。ちゃんとこっちの方が迷路しくなってるよ。カイキングさんこれ大丈夫？これ迷路入るじゃん。カイキングの迷路ね。入るじゃん。あ。なんか、諸葛亮孔明の空城の刑の話思い出した。城にね、防衛する兵士がいないから、あえて、守りをガバガバにして、何かあるんじゃねえかって思わせて攻めさせないっていう。さて、じゃあまあこんなもんでしょうかね。まあちょっとお互いちょっとまだ名残惜しいところもあると思いますが、レディー行きましょう。勝った。は？まあいいや。まあ期待しましょう。はい、まずは、
通行パートからです。まず守りに行く赤側。守り赤側って絶望しないか、大丈夫か。青側攻め、おお。リスポーンさせないつもりだな、完全に。さあ、ちょまず青側見ますか。攻略フェーズになりました。これなんか一気に突破されてるぞ。か、大丈夫か。え、回避部普通になんかその辺いない。え、回避部いるし。はえ、回避部さん。まあでも逃げ回ってるしな。粒の方はどうなってる。え、ちょっと粒何やってんのお前。自ら、大将自らその中にいんの。え、上いるんじゃないの、粒が。粒がマジ、お前、マジお前、マジお前、粒お前やべえな。お前大将自ら立ち回る気か、上ですげえことしてる。まあでも、まあ確かに、でもこれしたらどこにいるか分かんなくなるけど。さあ、カイキングの方はどうなってるんでしょう。お前ちょっと待って、そのあとは飛んだぞ。まあじゃあ これでやるか。じゃあ次じゃあこれでやるか。こういう要塞だから多分。はい、じゃあちょっともう一回じゃあ作らせましょうか。はい、カイキングの要塞もちょっとカイキングが強化してもらって、多分反省点あると思うんで、カイキングなりに今ちょっと考えてるから。やばっあー、これ夢の工場戦だな、つぶがい。ファンタジー工場戦になってる、つぶがいの。やばい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 、ここやばいやばいあー、神だわ、そこそう、すげえわ。もう、行かれてる、もう人間いらないもんてか、こんなか中行かずに、もう上、みんな上にもいもるって感じでしょ、これ。なんかカイキングの作ってる要塞さ、2016年の工場戦みたいな感じしない？2016年ってこういう工場戦のマップ作ってたわ。そういえば初めて工場戦やった時に、いやなんか城作ろうみたいになって、とりあえずなんか、え、わかんないけど壁作るみたいな。2016年エディションだわ、これ工場戦。ビーコン防御は不備に任せる新提案確かに未だかつてないよな、モブに全部任せるみたいな防衛は。カイキング3秒でいけるんだけど。これいいの、カイキング。これ3秒だよ、これ攻略時間。1、2、3、はい、カイキング3秒だよ、3秒3秒だっていうやつ、よく漫画とかである。なんでこの3秒でいける城作ってんの、どういうの想定してんのって、カイキング。これな、何を想定してんの、これ。どこからどう攻めるの想定してんの、カイキング的に。わけわかんなくなってきたぞもう行けたもんね、これで。上にも行けちゃうっていう、簡単に。ほんと2016年エディションっぽい、マジで。おいおい、これはやりすぎじゃねえか。じゃあまあまあ別にあれか。まあ別にここで撃てるから、別にそんなか。あったところでって感じだな、これが。はい、じゃあカウント始めますよ、もう。はい、ということで防衛パートに入ってください。ほとんど防衛、でもこれ強いかもね、これ。モブで防衛するから、これいらんみたいな、もう。防衛隊いらぬって感じになってる。さあ、攻略フェイスです。やばい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 、これやばい、ボコられる。これやばすぎる、ここやばいって、これ絶対え、はなんかバグ、西と下田じゃねえか、これバグってたんだろ、これバグだろ、こんなもんだって。下田バグだな。もう一回やろうか、じゃあ。バグでしょ、さすがに。ちょっとこれ今度実装しようか、このフグで守る工場戦。なモブで守るみたいなスタイル。カイキング頑張れ。俺ちょっと見ないでおくから、カイキングの方ネタバレになるから。カイキング隠れるんだろ、多分。つぶがいの要塞活躍するところない。行ってもしょうがないよねっていうか。さあ来るぞ。やばい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 。やばい。これエグすぎる、これ。フグ要塞怖っ。はもういいから、カイキング俺が作ってるから、なんかそれっぽいの、ちょっと待ってろ。なんかそれっぽいの作ってるから。しもた。バグってるんじゃないかな、わざと死にに行ってる。バグってるんだよ、バグってる。バグでしょ、多分。これ、カイキングを削除するアップデートしないと、これ勝てないかもな、マジじゃ。俺でいいんじゃねえか、このカイキング俺がもう 3分で作ってやったから、これで頑張れよ。このまま終わるのはちょっとあまりにもなんかむごい。もうわかるな、カイキングも。大丈夫だな。
これなら勝てます。ちょっとカイキング追跡してるか。ん？ジャダムがめっちゃ見張ってる。早く入ってね。まずいぞまずいぞカイキング、カイキング、カイキング、死ぬよ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 。あぶねえ。なんとかカイキング生きたね。あの全然全然防衛してないぞ。大丈夫か。あーでも なんとかなりそうな感じがする。さあこっちは、こっちはどうでしょう。頼みます、守ってください。赤のビーコン壊されました。早っもういけないぞこれ。あーまずいまずいまずい。ビーコンのことを忘れた赤チーム、無限に攻められとる。赤チームこれ攻められないんじゃね、これだって。あーでもいいぞいいぞ、赤チーム頑張ってる頑張ってる。ちょっとずつフグ駆逐してる。あこれな、勝てんじゃね、これワンチャン。壊してる壊してる。あ壊れた。はい、青チームのビーコンも壊されました。これさかなり拮抗しそうだけど、どうするんだろうね。うわーカイキングまずいぞそれ。白撃砲はまずい。これどっちの攻め部隊が全滅するかかな。これお互い行かないことも可能だよね。無限に時間かけさせられるぞ。お互いビーコン壊れた後のことあんま考えられてなかった気がする。これ永久に終わんねえぞこれ。赤チーム8人だ、どこいるんだこれ。あーリスも強襲されてる。なんでこんなところで戦えるんだ。粒は、あ粒いる。わあ粒の方がやっぱあれだな、潔がいいな。もうお互い盛り合って泥試合になるところを粒さん出てきてくれてるよ。たい焼き寝落ち、マジで寝てんのこいつ。また寝すぎじゃねえこれ。ほとんど寝落ちしてるし。うわーこれでも撃てちゃうよねこれ。場合によっちゃ撃てる。射角通っちゃうねこれ。あ射角通ってるねこれ。これ厳しいね。あーこれまずい、これ死ぬぞ。射角が通ってます。はは、はなんで、え、キリとかずっと動いてない。ああ、多分今お母さん怒られとるわ。絶対お母さん怒られとるわ。多分あれじゃない？そろそろなんか中間テストなんじゃない？中間テストあるのに全く勉強せずにこんなところでバカなことしてるから。しかも多分タイマー止めてるからこいつ。お母さんとねお父さんと1日2時間っていう、はいツイッターのスクショ本。明日勉強するから明日の分ゲームさせて。もう勉強したし。なんでなん？でも俺約束守ってるやんちゃんと。キリと博多弁なの？博多弁？もうテスト勉強やっとうよとかって言うの？キリと。かわいいね。